キックルがカーストの踊りでミドルシュート打ちてチャンピオンズリーグ決勝のガチャが来て、そこの決勝弾決めたやつを使わないわけこれなし。で、その決勝弾を決めたロドリが再現されてるわけやから、決定力はある程度高いんやろな、ミドルシュートはもったいあるなとか思ったら、どっちもない、どっちもないから、もうプレースキルでなんとかするしかない。まさかの唯一の同僚であるマンチェスターシティカイル・ウォーカー不調、なんでか死んだけど不調、唯一のマンチェスターシティどっちも不調、幸先が全くもって悪すぎます、カイルのサイドバックも不調。こんなにアウンしか立ち込んでないからなかなかないぞマジでよ。まあ一旦これでいくか。相手はね442ですね。まあまあまあ初戦は無理ですね。442の相手に対して自分のやりたいサッカーできたけど、これっぽっちもない。マジでロドリを上げてからミドルシュートぶち込むなんて絶対に無理と相手は思っているだろうから、その隙を突こうという話ですね。またこのようわからん色のマジ黒赤ちゃんとやってくんね、変にこういうのなんやな。とりあえずマルティニーか、偉い。でロドリにボールを渡して縦行くと見せかけて一回ビエラを使うわけよ。でサイド回しといて、こっからガビ、メッシ、デニスローボールキープすれば、ドゥアロードリキ取ったのに。まあ、シンパトルがそれなりに上げてきたから、まあまあ攻撃的には前に出てきてくれますね。これはいけるな、間違いね。一発目から決めちゃっていいですか、メッシ。早めにロドリを使ってパーツをはたいていく。いいね、パス打ちありますから。でムバッペボールを持ってスルーパー、いけロドリ、お前のキー、これが真のスルーパスですか。まさにゲームチェンジパス。これ逃げてからいいか、あー逃げきれんかった。ビエラ戻れ、危ない、これはシュート打ったらまずいぞ、危ない。はは、これやってますよね、これ真っ黒ですよね、これ、これ孫うことなき黒ですよね、確信犯ですよね。全てをぶち壊すミドルシュート、おいこれメルティーニ、これ意味わからないのがボケなんす、おい普通にやっとったらゴールキーパー取ってから終わりじゃろが、なめとんのかこれ、10対10にやんな、ブルーロックでしか見ない光景やと思っとったタコ、ふざけんのこのクソゲーム、マジで毎日こんなことやらすんだ、せめてな5試合で1回とかせや、なめとったらマジで、おいなんで動画撮ったら毎回こんなん起こるんや、ウォーカーからどうすんや、一発立てやろ、焼けるまで遅かったな、ビエラ取れる、あー何やっとんやマジで、なんか気抜いとるに逃げ遅れか、なあおい知らん、気抜いとるのに気入りすぎとるからどっちかやけどキモい、お前らそんな下がる必要あるかマジでな、もうちょい上げた方がええんじゃん、ほらなグランダマス父さんのバカやから、おい誰が行くやここな、お前らおい行けや、おいメッシくたばっとっちゃうぞ、お前普通取れよこれ、お前らそれ、いやこれおもんないゲームやらせやがってよ、昼間からデニスロー、ガビスルバ、いいね、ロードで走っとる、でここらへんでスルバを選択、いやーここでムーバッペさロードじゃねー、全部カスー、イシャベル前半を使ってきて僕は確信しました、このゲーム全部カスー、いやロードリが集団さらして、おい何やっとんねんって言うかかと思ったら、イウッドボールだ、集団さらす感じでゲームチェンジパスとか作る前にイウッドボールというゲームの仕様チェンジしてろや、ボケが、こっちは本気で勝ちにて本気でロドリでミドルシュートを取ると思ったやぞ、そういうのの気持ち考えたことあるかバカが、ロドリお前のパス見せてもらおう、素晴らしいゲームチェンジだ、チェンジしない、なんだこれは、一生デリヘル生活流し盛ります、レアオン届かない、ビエラ届いちゃった、これ誰なんだ、キエーザだったか、だが撃て、俺は1点が欲しい、殺せ、おいオンゴールしろ、オンゴールは利益だろ、いけ避けるナッパ、おーキエンザーしね、まあ、同じくセントラルミッドフィルダー両方に置くことによって、こうなんかそのロドリのなんかオーバーラップじゃねえや、その2列目から飛び出し、これをね誘ってるんですけど、成功だ作戦は、ぶち込めロドリーキックロック90、右からやってきて左に蹴ってしまったんですけど、これを右に蹴っていくのが今回の目標ですね。でもいいシュート蹴れるじゃねえか、やっぱキック力は嘘つかねえな、マジ決定力よりもキック力やかな、マジで、でこれは富安が回収する、絶対なクローズなんかに負けんから、うちの富安が、おら来い、ムバッペ連れてこいや、バカ野郎パスで逃げるんか、そんなんやってるからお前俺に負けるんだよ、俺はぁ、ナイスキエザです、これは持ってきません、頼ませ、おう橋本前向く、さすがにセルバ蹴ってから1点決めたいんだけども、無理、ロドリーこっち来てくれ、絶対出てくるぞ、おお、うまいうまいうまい、ゲレロ突っ込んでるぞ、いける、ほら前走ったロドリーはここか、グッソこれキレイさだった、負けだもう人類の負け、いうところやってる全人類の負け、ロドリーには悪いけどいいところ思んなきゃやめるかこの企画、いうところじゃなくてフィファで再現するか、一試合一本とかバカな、体調悪い時のサラリーマンが今日は一杯までみたい、舐めとくかこれ、しかもなんかスピード感のかけらもねえ、なんかボール持ったらニテ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 みたいな、あのニテニテニテみたいな、やめろ柔らか選手みたいな旋回力しやがってきしょいこいつらマジで、毎回さ違うジャンルの選手使ってから違うジャンルの動画撮ろうと思ったのに毎回言うところで消えとるけ、動画の向き全部一緒、どんなビートが来たとしても4と8で落とすことができない若手ラッパーみたいになっとるぞ、ほらボケが殺すぞ、今日は殺せる準備できてんのか、あーイエー、ブラジル好き、うのかと思ったわ。行くぞー。お、
ユニフォームの色もいい感じじゃなかった。こっちちゃうんかい。戻れ。開幕とかでやられがちなんです。こういう沼っ時の令和チャンネルはまるに、いや、戻れ、危ない危ない、ボール持てます。意外とボールコントロール数値とボールキープ数値高いです。いいね、この展開。どうする、令和チャンネル。普通だったらクロスだが、俺はクロスを蹴らね。ここで、ロドリだ！一気ロドリ！右足、右隅シュート！ウォーカーの胸！バッパや、バッパ！どうするこれメッシにな、戻ってない。メッシにはメッシよ。タラバス通りません、これは。通りました、すいません。ガビボール元、そや、スルバヤ。いいね、デニスルー。これ絶対デニスルーぐらい抜けれまーす。で、ここで。ロドリぶち込め！ロドリー！何やってんすか、ロドリさん！あんな不利の状態でシュート打ったら、絶対枠飛ばしてくださいとか、枠飛んどったけど、ちゃんとゴールで揺らしてください。ロドリー、走れ！行け！右足、右スルーシュート！おりゃーどうだー相手のデュエルの脇の下を抜けてから、ゴールキーパーの脇の下を抜けてシュートーマジで脇がーキックロック99だから、相手ディフェンダーぶつかろうが、すべて粉砕曲され大喝采ですよね。間違いね。マルディに止め、よっしゃ、落とせよ。ナイス！ロドリー前。エライズはパス上手。ディムバッペがすれば、そう、それでカウンターやっちゃうわけな。で、エンバペかなと思うやん。違うよ。ロドリーだよ。ぶち込めロドリー！うわー相手が目の前を折る状態で、あのなんかシュート打ったら絶対にぶっ飛ばされます。こうか。ムバッペになっちゃった。だが結果俺。おぉ神のお導きが俺が。うわぁ映り消しだメッシやれジャムに何をやってんこいつは仮面ライダーここは外でやってください。外かここ。うん。うん。いや、いいパス。ロドリ上手やな、パスやっぱり。こうか、こっち。うわっぺ。で、ここで一回ロドリ早めに使っといて、スルバザーするわけよ。で、メッシここでボールキープすると見せかけて、ロドリ戻して敵をぶち抜きます。ミドル打ちまーすキック99俺のゲームチェンジ、ロドリフィノミナルチンポコシュート、どうしよう意外とコースに顔出してからしっかり戦ってくれてるやんけ、ロドリは。まあでもやっぱりそんなロドリもさ、マンチェスターシティの人間に囲まれた方がやる気出るやろってことで、ハーランドぶち込めだったら右ウィングも変えてこいって、黙れちなみにこのハーランド、今回の企画用にですね、ドリブル数値多めに振ってるんで、しっかりためを作ってロドリにボールを渡すこともできるんじゃないの。いいね消えたモルギー。サイド逃げよう。もっと逃げろ。逃げることができる。逃げることもできない。おい弱い奴は死に方を選ぶね。俺は死に方を選ぶね。くらえ！まあちょっとね、枠を捉えることはできんかったけど、あのキック力よな、マジで。なんかその石だったらね、水面に蹴ってたらマジでなんかその10回ぐらい跳ねてますよ。ホフマンか、ネイマール、サイドバック使おうかな。ホフマンデイ、ホフマンデイ、ハイサンデイ、ハーランドそのまま突っ込む。ナイス出てきた！マルディ天才か？ここは、早めにハーランド使っといて、そっからさ、ロードリの導きあれ。ぶち込まない！お前のミドルだよ！ははははそれよりもうちょいペナルティー A で近づいていかないか。だがすごいね、この試合。マジでさっきの試合の分と言わんばかりにロドリのボールが集まってくる！これはマジでもうえげつないミドルぶち込めるんじゃ！ボーカ戻れ。いや、お前のスピードがあれば、ネイマールなんて肩ぶつけるときは倒せるから。ほらな。ほらほらほら。つまんな。いや、一瞬このゲーム面白いかもなって思ったけど、やっぱ問題は。もうだから嬉しくも悲しくもない。点取られても点取っても。する場で。神パスじゃねえか、通らんけどな。いや、キックロック99やからな、それなりにね、えげつないゲームチェンジパスも出せるんですよね。キエーザー。うわ、さすがにスルーパス出して、ハーランド、お前オフサイドやるがいい。いや、オフサイドやから、お前ちゃんとなんかボール置いてやるよ。わ、ズルです、こいつ犯罪者やマジで FFP やネイマルこっち。ハーランド。さすがにネイマルか。と見せかけて、ルーレットダブルダッチビエラネイマル撃てー死ねーゴールの代わりに黒糖の溝落ちに入れてから2週間の謹慎処分にしろゲーザー戻れゲーザー。マイステイマイステイ。待って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 。やめろお前。かかってんのボケが。ザコ。ちっちゃいやつはすぐ生きるな。マルディーニ。あ腹どうしたなこれ。何食らったよこいつら。何も支えてるこいつら。何これ何これ相撲ゲーム。おもろ。死ねーおらいやてかあれだな。右側でボールを持ったらどうしても左爪で蹴ってしまう癖がある。右側に蹴らんと。あーダメやった。ビエラ突っ込め。取れ。よし。なあ、ちょっと、それ、サッカーやってないやどつき合いすんだ、ボケ、マジで。ボールバイヤーよ、マジでよ。体の場合やめろ、やりちんか。すれば。あー、たらば、うん、まあ、いや、これでいいよ。こうやろ、ゲームチェンジャス。ハーランド飛び出せ！おっしゃ！お前は死ねえ！ロドリはどうする泣ける！お前は死ねえ！ほら、戻れや。開幕趣旨。あ、シュじゃねえ、シュ。間違えた。種になってた。取れる。よーっしゃ、バーカ。ピエルバーン。お前なんか時間長くねえか。でも大丈夫。ネイマール。はい、誰か取る。労働理難用の結局。すいません。せや。ほぼボール持って。走って。走って。落として。違うねえ！違えだろうがおい、バカか普通に考えてロトリしていけ連続だろ、バカわかるよ俺の気持ち組めよ今時人間の気持ちが上がるで AI とか終わっとるから富谷さん、おらマジでロトリ最強
おめでとう。で、ロドリのシュートが入った試合は、勝っちゃうわけよ、大体。去年のマンチェスターシティプレミアリーグ最終戦でも最初、チャンピオンズリーグ最後も最初、最後強ー。多分、タイとかも1、2、3年で3台ぐらいしか取らんくて、最後でなんか100台ぐらい取ったやろ、多分な。すごい男ですよ。ってことでね、次ね、4-1-4-1変えてきました。まあ、あんまやったことないんですけど、これで、アーノルドをクロスで放てることによって、ロドリにこのスペースブワーで使わせて、ミドルパンパン打ってこってね。ロッ危ねえ。で、相手は4-3-3。はいはいはい。まあ、前回も一応シュート決めとるかな。今回はちゃんと水色のユニフォームを着用して出てきたんで、マジで勝てます。勝てます。ラインカード出しちゃってるビルじゃなくて、それもまたよしか。するまで。いいね。ごめん。俺勝ちてえからよ、ロドリ助けてくれ。ロドリ、ロドリ、なんなら敵になんかこっちパス出していいよみたいな指示出しとったや。裏切り者。マルディーニでいいんですか。これは、絶対に縦パス来るからそれをカットする。よっしゃー。お前の、てか縦パスじゃない横パスやん。縦パス、早めに。サイド張ってる人間、フリットなっちゃった。こっち、もうロードリ使ってするわ。いいやー、ノルドだ。クロスターの人間はサイド張るからたまんねえってわけよ。こう、ロードリ決めろー、ジャラー。ここで、毎回ね、普通にコーナーキック蹴ってんすけど、ここ転がしたらロードリ来るんじゃね。ダニーロでした。ダメか、ライガールとそのコース切るか。ライガールとよくやってくれた。パスコース外れると同時に人道も外れたから。ここからスルパ。アーノルド。なんかこっち。あっちがロドリ。どれ、どうだ、いけ、キッカ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 。うわー、やばすぎー、やばすぎる、それは、それマジでやばい。いや、なんかバルドラがこっち来とったから、なんかロドリとコールやると思ったら、あっちが走っとって、で、ボール渡して、ミドル打ったら、嘘やろ、キックの99で本家超えます。お前、あえて殺すと同時にこのユートボルトのゲームを殺したのやんけ。ガチでワンショット続ける気だ。いげぎ、ミッキーボール前、よっしゃい。で、ロドリにボール渡せ、アーノルド。手前ロドリで上げる奥のフリート。うわー、そっからね、ロドリ走らせたかったんですね。これなんかインサイドアウトからロドリしかめちゃめちゃいいや、マジで。皆さんも使ってみてくださいよって感じで、パーン。オッケー。おい、スナイデル君、君のキック力じゃ足りないねー。なにこのユートボルトのゲーム、最高に楽しいやん。しかも俺、今日この後飲み会やからさ、あんまり試合数できんかったら助かる。そういう最後の試合でしっかり決めきるっていうところまで再現完璧やんけ。まさかパスとか技術だけじゃなくて、それ以外のところでロドリがハーランドを超越してくるとはな。このキック力99クリア。エイジ川島、ここにいてエイジ川島か。もしかしてエイジ川島やったのが入ったから、助かる。だとしたらまずはハイボールでハーランドに張らせるんや。お前が唯一できること、それは空中戦だ。他のことは全てロドリに任せなさい。パス、ドリブル、シュート、全てな。スルパだ。ちょっとアーノルドグニグニしすぎ。もうゲームチェンジパスといえば完全にロドリになってる。ダニーロの腰よな、マジで。うどん打つんか。ハーランドこっち。そうで、飛び出せロドリ、やれがカラスコックへ。うわ、くっそ、パスだな。それカラスミ、いける、ガクソ。ベンガム、取れるな。またでかすぎ、ガチで。ロドリ行きたいけど、ちょっと遠回りするぐらいがちょうどいいよな、やっぱり言うとおる。三笘、ベリンガム、ハーランド、ハーランド。で、ベリンガムかし、いいパスやりやがりの、なんだこの馬男は。ダブルダッチ、コントロールカーブラッピー、死ねえ。決まれよ、普通に考えてな。お前、落ち着け、落ち着け。止めず、止める。先で、前で。うわ、ちょ、お前、だるい。何気合い。二期ということが最も優しい男よ、お前こそが。お前、何しとんねん、おい、バカかよ、ふざけんなよ、つって。おい、最近、ロンギョロンギョル、多すぎるだろ。バカなんか、マジで、マジで、マジでバカなんか。人はそのスポーツをサッカーと呼ばねえ。この加減と上限あまりにも激しすぎるやろ。この甘会議するまでもなく全滅じゃ。でかい、頼むぜ。ピルロが帰ってきた。飛び出すのがいい。ああ、もうドリブル足もたねえよ。奪われて、なじょなじょ、おいおい、くそげえ。やっぱりこのゲーム一個も分んない。いやでも改めて見てくれ、このロングシュート、マジで。ここでボール持って、アウトスピンかけて、右隅一発。この試合でやったユートボールの中で一番すごいこのシュート、マジで。現実世界含めても史上最高の踊り方や。そして続きまして、こちら、ダニーロのアウトスピンキックから、はい、完璧なシュート、ボゲラス。どうだったじゃん、お前、まださ、何に切れとんねん、これ。普通に考えてお前の責任やろが頭狂うとわけよ、バカがよ。決勝結果、鳥、以上。